ではでは、まずはお掃除。の前に、あなたのお耳の状態を見せるです。オイルでケアしたとはいえ、耳の表面がきれいさっぱりというわけでもないですので、失礼。ふむふむ、案の定というやつですね。裏の汚れが一番目立つので、まずは裏を中心にやるです。そうなれば、失礼。はいはい、痛いですね。けど、こうすると、汚れがしっかり見えて、取りやすいのです。もちろん、ゼフラをからかった、衣装返しも少しあるですけど。ん？なんにも言ってないですし、早く終わらせたかったら黙って受けるです。今から使うのは、片方がスプーン耳かきというもの。そしてもう片方は、ゼフラの抜け毛で作った特製モフモフポンテンです。獣の魔女ということで、獣らしさをここに取り入れてみたです。この感触をその肌で受けたら、あまりのモフモフさに、無意識によだれが垂れること間違いなしです。さあ、ゼフラの作った特製耳かきを一も二にもくらいです。コリをほぐしたおかげで、耳がいい感じに曲がってくれて、汚れがかなり取れやすいです。
ほら、ほら。ここも。ここ、ここ。ここも。ここ、ここ。です。うまい。完璧ですね。さあ、どうです？たまらんですよね。ゼフラの毛のモフモフ具合、癖になるぐらいモフモフですよね。そんなにですか。いや、そんな素直に気持ちいいと言われるとは思ってもなくて、こっちもどうお対すればいいか、少し困っただけです。まあ、そう素直に言えるのなら、心がゆったりとしてきた証拠でもありますですね。これは、いい傾向。さらにその状態が続くよう続けるです。さて、耳かき棒の具合は、まだ余裕があるので、溝のあたりをお掃除をするです。場所は、かき、時々すくうように書くと、汚れがペリペリ取れて、面白いです。あらまあ、ニヘラーっとしちゃって、ずいぶんとふぬけた顔を見せるようになったですね。だがいいです、いいです。たっぷり癒されて、あなたのいらない疲労をゼフラに全部よこせです。よし、大体のものは取れたです。あとの細かい塵や汚れは、梵天で一網打尽です。こいしょ、こいしょ、こいしょ。カリ、カリ。こいしょ、こいしょ、こいしょ。
ご段落です。ただこのまま続けるのは不衛生で、耳かきの意味がなくなるですので、少しお掃除タイムです。あなたも少し待っているです。よし、再開するですよ。次は入り口周りをしっかりと清潔にしていくですよ。鉢の部分を汚れに当てて、いろいろな方向から見る見る取れるですね。けどここは指でも軽くお掃除できる場所ですので、自分でもすることをおすすめですよ。入り口近くまでやりましたし、このまま中までやらせてもらうですよ。こらこら、動くのです。しっかり取らなきゃ。嫌な匂いが耳の中から漂ってきちゃうですよ。それは良くないでしょ。だから少しだけ我慢です。心配無用、ゼフラに任せるです。よし、取れた。それじゃあ中を梵天で仕上げです。言っておくですけど、
表面とは違って中で受けるふさふさ梵天の感触は、また格別ですよ。まあ、それは口で説明するより、実際に受けてみるです。なんであなたは体をこうばらせてるです？このもふもふ梵天、気持ちよくないですか？梵天の毛が耳の中に落ちないか心配？なるほど、そういうことですか。それは問題ないですですね。ゼフラは獣の魔女、つまり魔女なので、毛が耳かきから抜けない魔法もかけてるです。は？ドジだから心配？嫌がったですね。こんな、こんな。痛いなら、じっとしてる。ほら、もう少しで終わりだから、辛抱です。よし、終わりです。さあ、今泣くので、実感するです。この耳が自分のものなのかと錯覚するほど鮮明に音が聞こえる、この感覚を。さあ、抜きましたよ。どうです？抜かれたことすらわからない？そうでしょう、そうでしょう。これぞ匠の技。獣の魔女の実力なのです。こうしてゼフラに担当してもらったことに感謝し、誇りに思うといい。声がかわいいです。何をいきなり恥ずかしいことを言うですか？とりあえず耳かき棒のお掃除です。ありがとうです。何も言ってないです。とりあえずじっとしてるです。
い、バッチリです。じゃあ、左のお掃除の前に、少し変な気持ちにさせた罰をやるです。右耳に、ふーっとしてやったです。はい、顔が真っ赤になった。よしよし、これで、おあいこです。まあ、これをやることで、細かな塵をより吹き飛ばしたのもあるですが、今、ふーしてる間に、あなたのお耳を通じて、その体に魔法を注いでやったです。ほら、もう一回サービスしてあげるです。よし、右は終わりです。耳が真っ赤になったですね。これで少しはやり返したです。さて、この調子で左も綺麗にしていくですよ。そら、移動、移動。さあ、こちらも張り切ってお掃除するです。まずは、耳の様子をしっかり見せてもらうです。